はい、じゃあ次いこう。次も衝撃的。せーの、じゃん。個性がすごい。多分この辺から多分あの外国人の方の動画見たね。おかしいもん、一人一人がすごい、なんか見たことあるやついるけどさ。じゃあまずこの右上行こう。左上だった。うん、こいつなんだろうな、なんか、ああ多分あれで合ってるんだよ名前。うーん、ボーン、まあ、そうだな、骨だわな。こんな、おい、毛生えてんじゃんこいつ。毛生えてたね、後ろ。次こいつ、なんか背高くて、なんだこれ、なんだこれ、なんか瞬きしたぞ口。気持ち悪いな。はい、じゃあ名前いきます。ドン、感染者。多分この時ね、バイオハザードが好きだったんだろうね。次行こう。どっから見たことあるのこれ、どっから見たことあるぞこれ。あ、笑ってる笑ってる、かわいい。どっから見たことある。名前ドン、モンスター。いやもうこの部屋大型モンスターだから。じゃあ次この隣のこいつ行こう。まあこれ多分マーベルのあのキャラクターかな。あ、むせてるけどあいつだろうね多分。あの糸ピュピュって出すあいつなんだろうなと思わせといて、こいつの名前も、あ、次行こう。こいつよ、もう異彩放ちすぎだろこれ。何これ、あー、まばたきした。もう予想がつかないねこいつの名前。うん、ま、名前いこう。うん、名前見ればよ、なん、あ、なるほどってなるかもしれんからな。うん、ドン、ゾンビ、いや、いないわ。感染してもここまではならないでしょう。何に感染して、何の種類のゾンビなのかな、これは。何を食べるのかな、これ。もういいわ。次いこう。なあ、こいつ。ああ、これ。ボーリングの玉みたいな顔してる、これ。なあ、これ。宇宙人っぽいね。見てみよう名前。はい、ダン、宇宙人、初めて会った。隣のやつは多分そうだろうね。言わずもがな、わかるわこの顔は。もう一人しかいない、一匹しかいねえこれは。ピカチュウ、合ってた、ピカチュウなんだよな。あー、怒られるぞこれ。隣行こう、隣、こいつ、こいつも多分ね、あれですよ、任天堂の人気キャラクターですね。あのゴリラの友達のお猿さん、 DD コングですね多分。はい、 DD コング、当たっていく、完成度高い。完成度高い、笑ってる。次行きましょう。あ、多分こいつはね、次こそ当てる。次こそ当てる、これはあいつだよ。ディズニーの熊のプーさんだと思うね僕は。はい、せーの、ドン、カマのプーさん、オカマやったか。次行こう。あ、こいつはね、俺わかるよ。これ、あれでしょ、シュコーズ、あれでしょ。ダース・ベイダー。名前、ドン。あが多い。あが多いんじゃ。あではない。次のページ行こう。次のページね、これよりぶっ飛んでいくから、マジ。いきますよ。心の準備できました？いきますよ。3、2、1、ドン。やばいねこれ。